まあ、20年ぐらいかな、21からそのままゲームとしては、ちょっと、はい、あの、小学校からアプリで、はい、うちはダンス開始しますと、良い、まあ、もう一つあるやつ。もう一個ある話、はい、が、その心霊スポットにその毎年一回行っていて、で、なんかこう、まあ、山道をこう登ってって、で、まあ、そこに今心霊のスポットがあるっていうところの途中にお地蔵さんが、はい、うん、こう並んでいるような道があるわけで、はい、でそこにあの作家さんが。作家さんがあのこうカメラを回しながらそこを歩いて、作家さんって謎に根性ありますね。ついてきてくれるじゃない、はい、何となくそのライブのね、でカメラを回しながらついてきて、でなんかね、俺もそれ聞いたんですよ、どっかでこけて、はい、思いっきりこけて、なんか雨道かなんでずっとこけちゃって、で思いっきりその地蔵をガーンって倒しちゃう、はいはい、うん、倒しちゃって、わーっつって、まあ、なんか起こしたか起こしてないかあるけど、もうとにかくここ肘大きな人です、うん、ものすごい腫れた、結構な腫れ方したみたいな、そうそうそう、で、まあそのまあ心霊スポット行って撮って帰ってきて、それは終わって、でそのまあその事務所に帰ってくるでしょ、はい、で事務所に帰ってくる時にそこの事務所の支社長さんがいるね、支配人がいて、支配人にあの、まあ、こうなってるじゃん、はい、だから、おお、おい、どうしたんだろうって、そうやって聞かれたから、いや、ちょっとあの、俺、あの心霊スポットにこの、まあ、カメラを回す役でこう行って、起きて起きるんで、こう膨れたんですよ、これ、で、お寿司さん倒しちゃって、もうたたりっすよみたいな感じで言って、でそしたらその支配人が、まあ、信じないのか、まあ、その時のノリなんだけど、まあ、たっぷりなんてそんなもんあるわけやん、もうそれただの当たり所悪くてそんだけ触れただけで、そんなもん、そんなもん信じとんのかみたいな、まあ、ちょっといじりというか、はい、あのまあ、そういう感じの言い方でいじって、はい、そしたら、その次の日、支配人がおはようございますって言ったら、全く同じところ、同じ感じで、こうって振る。本当にね、そういうことってあるんだなと思った。ちょっとこう
怖い。リアル本当にあった話。さっきは、まあ、作家さんって根性あるって言ったんですけど、うん、まあ、言い換えると作家さんって大概お化けのことバカにしてる人が多いね。目に見えないものというか、はい、目に見えないものがいて、うん、別に俺はそれは悪いとは言わないですけど、あ、その人の自由でね。まあ、職業にするときは、うん、ある程度敬意持っていった方がいいかと、うん、全国の作家さん、はい、思いますそうですね、もし取るかしら何かしらでね、回る場合はね。これ今年実はあんまり知れてないですけど、ちょっと怪談というか、こういうホラーフィーバーなんですよ。あ、そうなの。結構 YouTube とか何の媒体でホラーが、盛り上がってる、時期っていうか年なんで、うん、多分そういうのを手に職にしようとしてる方って結構多いと思うので、うん、まあこういうことあるんで、ほんとくれぐれも気をつけてもらった方がいいなというふうには思います、うん、はい。いや、いい話、すいません、なんか、お前話してもらって。大丈夫でした。最高でした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやいや、そんな、はい、吉村さんはですね、YouTube チャンネルをいくつやられてるんですか？セイキュストチャンネルっていうやつが、その、ももクロチャンネルに、はい、熱く語ってる、ライブ風のチャンネルでございます。はい。あと、バス村チャンネルという。バス村チャンネル、はい。こちら、バスローブ着てるシーンが略してバス村。まあ、これはなんかいろんな経緯があって、まあ、こういうキャラクターが生まれたんですよ。番組でね、はい、とテレビで。まあ、赤ちゃんの柴田さんにこう産んでもらったとか、はい、いいっすね。そうそうそう、はい、だからまあ、それがそいつがチャンネルを立ち上げて、はい、今頑張ってバラエティーしてるみたいな。なるほど、もう踊バラエティー。あ、そうそうそう、もうなんか踊ってみたらやるし、はい、なんか企画で何を食べてみたら何かいろいろやってるっていうチャンネル、この2つを。お二つとも一人でやられてる。あ、二つとも一人で。すごいですね。いやいやいや、そんなそう、全然全然すごい。いや、俺だってもう一人でですよ、いっぱいいっぱいって死ねない7世代をつってもうずっとガチャガチャ死にそうになってるんで、ぜひ、Thank you so チャンネルが先ほど言った通り出させていただいております。お二つともぜひ見に行って、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ぜひとも。はい、概要欄にリンクございます。そして、吉村さん、何より頑張られているのが、ショールームですね。あ、そうですね。はい、ショールームは IC になりますんで、アプリ取っていただいて、それから登録していただくと、なんで登録するとルームは。あと、ブロードキャスト吉村になります。はい。はい、ブロードキャスト、スペース吉村、というふうに入れていただくと、出ますので、ぜひぜひ登録して通知をにしてもらうと、配信が始まると、まあ、見始められますので、ありがとうございます。ぜひぜひ、覗いてみてください。あと、男性ナンバーワンですか？いえいえ、まあまあまあ、はい、まあ、頑張っております。はい、はい、ぜひぜひ、どちらも覗いてみてくれると嬉しいです。はい。はい、ということで、今日も本当に、ね、たくさんありがとうございます。いえいえ、もちろん。また本当、なんでも出させてください。あ、いえいえ、もちろん、またお願いします。あ、そうですね、それぜひ今度、それでバ、バス村さんでやるのを、ぜひお願いします。お願いします。はい、ということで皆さん、新年のことを、職業にするときは、くれぐれも敬意を払いつつ、これからも素敵な生き量ライフをお過ごしください。またお会いしましょう。はい。せーの全然変わらなかった。